ピクギュミディはピレネー山脈にあるフランスオートイコールピレネー県の山である。海抜2877メートルである。天文台があることで知られる。天文台の建設は1878年に始まり、8メートルドームは1908年に完成して反射望遠鏡赤道儀が収められた。 1946年にミスター・ジェンティリーによって 60cm 反射望遠鏡が設置され、1958年には分光計が設置された。106cm の望遠鏡は1963年に NASA によって設置され、この望遠鏡はアポロ計画の準備のために月の地形の詳細の撮影に用いられた。1980年には、 さらに光景の大きい光景2メートルのフランス最大の望遠鏡ベルナールリオ望遠鏡がシーイングを考慮して風による下流を避けるため山頂から28メートル横にずれた位置に設置されたコロナグラフは太陽のコロナを観測するために用いられる1982年から60センチメートル望遠鏡は T60 と呼ばれるアマチュア観測家の団体による 寄付によって運用されている。ピクデューミディ天文台は、北位42度56、西経0度8に位置し、ほぼ、グリニッチ45線上に位置する。現在使用されている、望遠鏡、その他。ありがとうございます。